どうも、バキバキバキこと大泉つばきです。はい、今回はですね、日付がちょっと前後しちゃうんですけれども、キープキャストに行く前に、相模湖にバッセリに行っていたんですね。その時の映像を流したいと思います。それでは、行ってきます。久しぶりの相模湖。朝はまだまだ寒いです。めっちゃ滑るんだけど。超滑る。てか、全然踏めないんだけど。うわぁ、凍ってくっついてるし。あー、マジかー。これは押すしかない。お、おう。なんだ、簡単に治ったわ。よし、出発。まずは金黒のシャットで流していきたいと思います。浅間爪はでかい魚がシャローにいるかもしれないからね。シャローをポポンと流したいと思います。あとなんかね、見た感じ相模湖なんか水が濁ってるっぽいんですよね。なので色を金黒にしてみました。さあ、記念すべき第1投目、いけ、ナイスキャストでもないか。あれだね、やっぱ P15 巻いてきちゃったからあんま飛ばないね。リーダーは12ポンドだしね。まあかかったら絶対もうこっちのもんだけどね。はい、ってことで1投目はバイトだし、ってことで次行ってみよう。ここは川と川の合流点だからね、ワカサギがねすごいウニョウニョしてそうだから、アラバマをちょっとだけ流そうかな。よーし、なんかよく見たらさっきよりも水が濁ってる気がするんだけど、アラバマ微妙かな。まあでもブレードついてるからね、魚にそれでアピールしてもらって食いついておいていただけますと嬉しいですな。やっぱダメか今回はね。絶対ねアラバマかミドストだと思う。ミドストセットを作ってきたんですよ、こんないっぱい。 OSP のドライブシャットとベベルのウォルカとフィッシュアローのフラッシュ J。 でもこの濁りだとな、微妙だね。あーどうしよう。いや、シャットでいっか、シャットの方が早いもんね。あれだね、なんか本湖の方の方が水が濁ってるね。上流の方が工事してるって聞いたから、なんか本湖の方が綺麗かなって思っちゃったんだけど、上流の方がいいかもね。ちょっとここだけアラバマを流してから、ダメだったら上流の方へ U ターンします。ターンします。Thank you.
アラバマリグはいっぱいの針にいっぱいのシャットテールのワームがついております。それはワカサギの群れを演出するためなのです。なぜワカサギの群れを演出するのかというと、ブラックバスはワカサギが大好物だからです。その群れが目の前をブルブルブルっと通りかかったら、それはもうバスはひとたまりもありません。たまらなくパクッと口を使います。そして私は釣り上げていくのです。ブラックバスを。それがアラバマリーグでございます。浮いてるじゃん、ワカサギ。これ、杉じゃない？杉じゃん。しかもこれあれじゃない？おしべ開いてない？おしべから花粉舞ってるよね、絶対。うおー、足に、私の足に花粉が。嫌だ嫌だ、杉嫌だ。寝なかったし、鼻がさらに見ちゃうとムズムズする。よーし、根がかり取れた。エクストラヘビーのロッドだと硬いからね、地面にめり込まれないからね、根がかりしてもすぐ取れるのがいいね。でもその分バスがかかった時のやりとりがだいぶ不安だけどね。どうなんだろうね、優しくやり取りしないと弾いちゃうのかな。ちょっと水がクリアになってきたからね、リドストをしたいと思います。ちょっとアラバマもね、水がクリアになったから変えてみようと思います。こっちはね、ブレードがついてないからね、ナチュラルアピールなんですよ。あとね、つけてる針がね、オフセットフックだからね、根がかりの心配がないんですよね。だからね、思いっきり沈めて、底付近をゴリゴリ巻きたいと思います。やばい、やばい、やばい、釣れたー、やばい、釣れた、やったー、釣れたー、釣れた。お、釣れた、やばい。チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。ご視聴くださいましてありがとうございました。バイバイ。